はい、こんにちは、ゼロです。さあ、今回はですね、こちらよいしょ、一応ね、私がまだ手元に持ってる 400mm の F4.5 ですね、445と 1.4 倍テレコンのセットと Z8 ですね、この組み合わせで、鳥さんをね、撮ってきましたので、サンプルをね、ちょっと見ていただこうかなと思います。で、使った印象ですね、実際その863買ってからですね、その445と 1.4 倍テレコンの組み合わせのこのレンズに関しては1回も使ってないんですよ。1回も使ってなくて、で、今回 Z8 を買って、で、本当に今日ですね、もう久々に使ったような感じなんですけど、まあそのね、実際863、まあ、しばらくずっと使ってきて、で、またこっちに戻った時の、まあ、印象だったりとか、あと映りとかね、解像の部分だったりとか、あとはその被写体検出ね、まあ、これが実際どうだったのかというのを、その今回用意したサンプルについて少し話していこうかなと、はい、思います。で、まあ早速ね、あのサンプルの方を見ていただこうかなと思います。で、基本は、トリミングする前の写真と、まあ私は基本的にインスタグラムにアップするときに用意する1対1でね、切り出した画像をまあ見ていただいて、これぐらいのね、鳥さんのこの大きさで写したときに、それをトリミングするとこんな感じになるっていう形で、まあ一応参考程度にね、見ていただければいいかなというふうに思います。じゃあ早速いきましょう。で、まずはこのアオサギね、アオサギなんですけど、まあいつも通りですね、大体ね、距離感的にはね、で、まあ川の反対側にいるので距離も結構あるし、で、まあ換算560ミリになるのかな。で、撮って、まあ、これぐらいの大きさですね。で、被写体検出は、アオサギだとやっぱり普通にしてます。はい、普通に拾ってくれますね。はい。で、なんだろう、鳥自体もすごくじっと止まってる鳥だし、被写体検出もね、すごく拾うしって形で、まあ、被写体検出がついてるカメラからすると、むちゃくちゃ撮りやすい鳥かもしれないですよね。で、これを、まあ、1対1で切り出すと、こんな感じですね。さすがに羽毛の一本一本まで改造してるかって言われるとちょっとね、難しいですね。さすがに距離もあるし、うん、っていう感じですね。まあだいたいこれ863で撮ってもこんなような感じになったような気がしますけどね。で、次、これはあの被写体検出がどうだったのかってところで、あの一応ね、その話をするために、まあ、用意しただけの画像なんですけど、こんな感じで、まあ、セグロセキレイが、これあの運動する広場みたいなとこですけど、こう芝生の上にね、まあ、いつも行くとだいたいうろちょろしてるんですけど、それを、まあ、Z8 でね、追っかけた時にどうだったかっていう話なんですけど、これだとだいたい被写体検出、まあ、認識はしたりしなかったりみたいな感じですね。あの、まあ、向こう向いちゃってるとも完全にやっぱりしなくて、横向いたりとかして顔がちょっとちらっと見えてきたりすると、まあ、検出したりしなかったりみたいな感じですね。なのでアオサギほどこうバッチリ拾ってくれるって感じではないですね、やっぱりこれも。で、この状態だとまだあの拾ったり拾わなかったりって感じなんですけど、こんな感じ、あのこれ同じセグロセキレイがこの椅子の影にね、もう入った状態、こうなってくるともう全く拾わないですね、全く拾わないです。何にも検出しないですね。なのでやっぱりある程度コントラストがついてないと、まあ、カメラ側も認識できないのかなっていう、まあそんな感じですね。なので、まあ、比較的あの鳥を撮る環境って言ったらですね、こういう私の場合はね、やっぱりこう朝方で、比較的その若干暗い森の中でみたいな形のシチュエーションが多いので、こういった形のシチュエーション、やっぱり影に隠れてるというかね、表にあんまり出てきてないようなところにいるような鳥さんを狙ってっていうパターンが多いので、この辺で拾ってくれないってなるとやっぱちょっと辛いかなって感じですよね。で、これもまあトリミングしてないんで次行きましょう。はい。で、そのセグロセキレイさんがね、ちょっと上の方に止まってくれて、かなりじっとね、まあ、逃げずにいてくれたんで、この445と、1.4 倍テレコンで、まあ、できる限り近づいていって、まあ、じわじわとね、行って撮った写真ですね。で、ここまで、
なんていうかな、トリミングなしの素の状態で、このぐらいのサイズまで取れると、これトリミングしてみると結構ね、あのその羽毛まで改造してるような、まあ、写真が、まあ、出来上がるということですね。なら逆に言うと、あそのさ1枚1個前もね、写真ぐらいまでの大きさで撮らないと、やっぱり私の場合はやっぱ満足いくレベルのところまで到達しないってことなんですよね。なのでやっぱり焦点距離、っていうところが、まあ、1.4 倍テレコンつけた 560mm でもやっぱちょっと厳しいなという感じなんですよね。今回このセグロセキュリーに関しては、結構あの、ね、人が普段あの広場なんでよくいる場所なので、もう人慣れしてるっていうのもあって、まあ、近くでね子供とかわーって遊んでるんですけど、そんな状態でもあんまりあの逃げずにうるちょるしてたりするんで、もう人慣れ結構してるんですよね。まあ、それもあって近くで撮らせてくれたっていうのもあるんですけど、まあ、ここまで近いと、まあ、1.4 倍テレコンでね、多少画質が解像感が落ちてるとはいえ、まあ、これぐらいで撮れるということですよね。でもこれぐらいで撮れればまあ十分満足なんじゃないかなって気しますけどね、大抵の人はね。はい、で次行きましょう。まだあったっけ、これね、これなんだっけ、ゴイサギ、まあ、調べて何の鳥かなってね、調べてようやく分かったんですけど、ゴイサギの幼鳥でしたっけ、なんか名前あったと思うんですけど、星ゴイだったかな、なんかな、ね、なんか別の名前があったようなんですけど、たまたまね、あまり見慣れない鳥がいたんで、なんじゃこれと思って、もう撮りまくってたんですけどね。はい。これも川の中にいるので、結構距離あるんですよ。結構距離あるんですけど、やっぱり相手がね、それなりにあの大きさがあるので、さっきのアオサギほどじゃないですけど、大きさがそれなりにあるので、これを、このサイズでね、撮れたものをトリミングすると、まあ、今回ちょっと、あの、リフレクションも入れちゃってますけど、それなりにね、あの、羽毛がね、改造してるのがまあ見えるという感じですね。そのバキバキに改造してるかって言われると厳しいですけど、これもこれぐらいで撮れてるのであれば、まあ大抵の方は満足できるんじゃないかなとは思いますけどね。私はもうこの、あの鳥見た時で、この写真をこう撮った時に、うわ863持ってればなってちょっと思いましたね。とその863で撮ったらどうなるのかっていうのがちょっと逆に気にはなりましたけどね。で次、あこれは被写体検出はしてましたね。してました。はい。さっきのセグロセキレイは、アップで撮ったセグロセキレイね。これに関しては被写体検出はしてなかったです。相変わらずやっぱこのセキレイ系に関してはやっぱ被写体検出弱いというか苦手なんですかね。やっぱりこんだけ近づいて、明らかに鳥だってわかるのに検出はしてくれなかったですね。で次、これはなんだっけな。多分ケリーだと思うんですけど、ケリーの幼鳥なんですかね、だと思うんですけど、これもね、あの1個前の、ゴイサギの幼鳥の近くに、まあ、何匹っていうのも変だな、何羽がうろうろしてたんで、これを撮ったものですけど、これもね、まあ、あの 560mm で撮ってる割にはそこそこね、真ん中あのそれなりの大きさで撮れてるので、まあ、そこそこ期待はできるんじゃないかなという感じですけど、まあ、実際トリミングしてみるとやっぱそこそこあの改造はやっぱしてますね。ただ細かい羽毛まで改造してるかって言われるとちょっと厳しいですね、やっぱりね。うん、焦点距離がやっぱちょっと足りないのと、まあ、かげろうですからね、やっぱちょっとぼやっとしてる感じがあるんですよね。まあ、それがちょっと改造感落としてるかなって感じはありますけど、まあ概ね、まあインスタグラムとか載せるんだったらもう十分なんじゃないかなって気しますけどね、これでもね。で次、これもセグロセキレイですね。これ幼鳥なのかな、完全に黒くないですからね。これがあのなんか加えてんなと思ってね、あのこう写真をこう撮ったのを持って帰ってきて分かったんですけどね、見直してね、あのちっちゃいエビをこう加えてるんですよね。なんか加えたり離したりとかってやってるんで、なんだろうなと思って撮ったんですけど、これもね、やっぱりこれぐらいの大きさで撮れるとそこそこやっぱりトリミングすると改造してきますね。はい、なので、まあ、ある程度の大きさで撮れれば 560mm の、まあ、このセットでも、まあ、それなりに改造はしてくれるって感じですね。まあ、これもインスタグラムに載せるんだったらこれでも十分じゃないかなって気はしますけどね。
ちゃんとエビ加えてるし、これほんとエビだよな、これなんかエビっぽいんですよね、これね。あ、これはあれだな、サムネイルの画像だ。はい。っていう感じで、まあ、今回、久々に445と 1.4 倍テレコンのね、セットで撮影してみたんですけど、やっぱり朝863で撮ってるっていうのもあってですね、とにかくこんなにも軽いのかという、この重さですね。重さには本当に驚きますね。むちゃくちゃ軽いですね、863と比べると。なんていうかな、最初にこれ持ち始めた時っていうのは、まあ、Z7 とね、組み合わせて持ってましたけど、やっぱりこれでもね、それなりに重いなっていう感じはあったんですよね。やっぱり慣れってのは恐ろしいもんで、今も私の場合は863にも慣れちゃってるので、445と 1.4 倍テレコンだと、重さ的にはもう半分ぐらいになるのかな、レンズとしてはね。テレコン込みだと、半分よりちょっと重いぐらいかなっていうような感じになるので、ちょっと比較表出してるんですけど、863が三脚座付きで、三脚座付きっていうか三脚座込みで 2385g ですよね。で、445の方が、私三脚座外してるので、三脚座外した状態で 1160g にテレコンが 220g なんで 1380g なので、もう 1kg ぐらい軽いんですよね。なので、もうやっぱここまで差があると、もう全然違いますね。もう全然違います。あ、なんでかな、 Z50 で1650と50-250ぐらい違うっていうような、なんかそれぐらい、もうなんか全然違うレンズを持ってる、こんなにも軽いのかというのがもう驚きですね。で、しかも今ね、見ていただいた通り、かなりね、高い解像力を出してくれるので、非常にやっぱり散歩スタイルで行くんであれば、445と 1.4 倍テレコン、このセットがおそらく最強なんじゃないかなと、やっぱり思いますね。本当に今日改めて思いました。で、より鳥の方をね、その鳥の解像感とか、そういった鳥のいい写真を撮りたいみたいな方向にベクトルが向いた時に863で行くみたいなね、っていう形がなんかいいのかなっていう気はしましたね。ただまあね、以前の動画でも言ってますけど、863のその画質がですね、やっぱり結構癖があるというかね、波があるので、良し悪しがね、まあその部分が結構なんていうかな、撮れ高に対して、そのこの重量増、その1キロ増えた分で、なおかつ焦点距離的には240ミリさらに伸びるわけですよね、560からなんで。で、それだけの撮れ高が、まあ、見込めるかって言われると、ちょっとなんていうかな、もっと撮れてもいいんじゃないのっていうね、この焦点距離で考えればね、っていうような気はしますね。なので、まあ、これ以前も話してますけど、まあ、平均的な取れ高で言うと、やっぱり445と 1.4 倍テレコンのこのセットの方が、まあ、全体的にはアベレージとしてはやっぱ高いのかなって感じしますね。で、863は波がどうしてもあるので、取れるときはものすごい取れるんですけど、特に暗いときところなんか行くと結構苦しいかなって感じしますね。で、被写体件数に関しては、まあ、どちらもあんまり変わらないかなっていう感じはするんですが、445で 1.4 倍テレコンの方が幾分なんか拾いやすい、拾ってくれる、よく検出してくれるみたいなところがもしかしたらちょっとあるのかなっていう気がちょっと今日はしましたね。これはまたしばらくこのセットで使い込んでいかないと、まあちゃんとしたことは言い切れないですけど、なんかそういうところがあるのかなっていう感じは、まあ、見受けられましたね。普段から863でも全然拾ってくれるものに関しては当たり前のように445のこのセットでも拾ってくれるんですけど、拾ったり拾わなかったりみたいなシチュエーションになった時に、まあ、どちらかというとこっちの445のこっちのセットの方がより検出してくれるのかなっていう気はやっぱりしましたね。なんでやっぱりそのなんぼ軽いとはね、863に関してはね、その軽さが売りだとは言ってもですね、やっぱり1キロも増えるとですね、やっぱりそれなりに取れ高もね、上がってくれた方が、まあ、我々としては嬉しいわけですけど、そこの部分がね、まあ、ちょっと何て言うかな、見合わないというかね、
あのコスパに合わないとか悪いというかね、なんかそういう感じがちょっとしますね。なので、うーん、難しいところだな、これな。まあ、当面は私の場合はもう863使うしかないんですけど、例えば4ニッパとか64とかね、まあ、あっちの方に、まあ、乗り換えるっていうのも、まあ、ちょっと視野に入れてもいいのかなって気しますね、これな感じだとね。あの、4ニッパだと160万ぐらいで新品だと買えるのかな。160万ってむちゃくちゃな価格ですけど、私の場合はやっぱりどちらかというと猛禽類とかね、あの距離のある鳥よりかは少しある程度近距離、もう少し近距離の、まあ、鳥さんを狙うっていうパターンの方が多いので、で、まあ、4ニッパでも 400mm の F2.8 ね、あっちでもいいのかなって気するんですよね。あっちはまあテレコン内蔵だし、でなおかつあの 1.4 倍のテレコンをねさらにくっつけることもできるので、まあ、その辺の画質がねどうなのかっていうのもすごく気にはなりますけど、さすがに64ってなるとあれも3キロ超えてきますからね。まあ、手持ちでなおかつ散歩スタイルでってなると863ぐらいの重さが自分は限界なのかなって気がするんですけど、400mm の F2.8 もですねやっぱり結構重くて、今これ見てると、2950g なので863に比べると500g、600g ぐらい重たいんですよね。これが果たしてどうなるかと、まあ、600g ぐらいなら、うん、っていう気もするんですけど、これはやっぱちょっと使ってみないと分かんないですね。もう863でね、あの最初持った時は重てえなと思いましたけど、それでもやっぱすぐ慣れましたんで、 400mm の F2.8 もね、まあ、使えば、まあ、使ったなりに慣れていくのかもしれないですけどね。恐ろしいですね、慣れってね。うん、ただまあ画質の安定性とかね、その辺でいけばやっぱりフローライトのレンズを使ってるね、あの 400mmF2.8 とか、まあ、600mm の F4 なんかがやっぱり 画質的にはやっぱどうしても気になるのは気になるので、ちょっとねチャンスがあればちょっと考えてみようかなと思ってはいるんですけどね。さすがにね、これもまあ以前から言ってますけども、おいそれとね手が出る価格ではないので、863と445をね、まあ、同時に売っ払ってさらに王位戦結構何十万かしないといけないですからね、買うとしたらね。うん、まあ4日本買うんであれば863は手放すことになるのかな。うん、まあそんな感じはしますけど、まあちょっとねある程度今ちょっと他にもねお金必要なんで、まあ、しばらくは現状のセットで行くしかないんですけど、ちょっとね、この辺もこの先ね、購入できたらいいな的な感じでちょっと夢をね、残しておこうかなというふうに思いつつも、まあ、毎日をね鳥さん追っかけていこうかなと、まあ、現状のセットで、ね、思ってる感じですね。はい、何せまあとにかくこの445と 1.4 倍テレコンのこの軽さね、この軽さはとにかくやっぱ正義だなと思いましたね。この軽さでなおかつこれだけのね 560mm っていう焦点距離を得ながら ある程度のね解像感のを持った鳥さんの撮影できるっていうのは、これはねやっぱ散歩スタイル最強だと思いましたね、本当にね。はい、なんかもうまたこっちに戻ろうかなっていう気にもなるくらい、今日本当に使ってみて改めてびっくりしましたね。はい、ということで、今回はもう久々に445と 1.4 倍テレコンね、まあ、しかも Z8 にくっつけて使うのももう初めてですからね、今日ね。はい、っていう形で、サンプル画像をご覧いただきつつ、まあ、印象をね少し話してみました。はい、まあ、何かの参考になれば幸いでございます。ということで今回の動画はこんな感じで終わろうかなと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。